広島には無料でお茶の入れ方のコツやお茶の魅力を教えるセミナーがあります。大曲工業団地の中にある伊藤園札幌南部支店、お茶の専門社内資格を持つ伊藤園ティーテイスターが丁寧に手ほどきをしてくれます。本日担当させていただきます、伊藤園ティーテイスター1級の志賀典子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。おいしくお茶を入れるポイントは4つあります。まず1つ目がお湯の温度、これが本日のキーポイントとなります。2つ目がお茶の葉の量、3つ目がお湯の量、4つ目が浸出時間です。この4つのポイントを少しずつ変化させることによって簡単に自分好みのお茶を入れることができます。では湯冷ましをしたお湯を急須の中に静かに注いでいきます。蓋をして40秒待ちます。この蓋の穴を注ぎ口とまっすぐの方向にしますと、注ぐ時にお茶がうまく回転して美味しく出ます。では40秒経ちましたので注いでいきます。量と濃さを均等に入れたいので流し継ぎという注ぎ方をいたします。お湯のみ1、2と心の中で番号をつけます。少しずつ急須をお辞儀させながら1、2、2、1、1、2というように3回から5回往復をさせます。お湯の出が少なくなりましたら急須をしっかりと立てて最後の一滴まで均等に注ぎ切ります。蓋をしっかり押さえて注ぎ口と逆の方を軽くポンと叩きます。こうしますとお茶の葉がくるんと返ります。くるんと返るというのはしっかりと注ぎ切れた証拠となります。蓋を少しずらして置いておきます。このようにしますと急須の中でお茶の葉が蒸れすぎるのを防ぐことができて2煎目も美味しくいただけます。お茶が入りました。お湯のみの底をきちんと拭いてお出しします。美味しいお茶が入りましたと一言添えてお出ししましょう。注ぎ終わったら蓋をしっかり押せ、もう一杯は交換して飲んでいただいていいですか。熱い方は、香りが強いの、そしてぬるい方はうまみがあるっていうのは、ね、うん、あばあちゃんがいるすっきりしてる、甘みがないの。美味しいですね。お茶がこんなにね美味しいとは思わなかったですね。柔らかい。柔らかい。急何でも結構なのか。まあお家で入れるお茶と全然違います。入れ方も違う。入れ方も違う。まあうちで入れるときはね、やっぱり雑ですね。急須で入れるお茶の魅力は何と言っても自分好みの味わいを楽しめるということです。一杯のお茶には日本の伝統文化おもてなしの心とともに健康成分がたっぷり詰まっています。お茶を入れる時の湯気、立ち上る香り、
一連の動作によって心にゆとりと安らぎが生まれます。何かと気ぜわしい生活の中にほっと一息、リラックスの時間をもたらしてくれます。